こんにちは。これ一周回って同じとこ戻ってくるんですか？うん、乱暴でも戻れるんだけど。あ、戻れる。ここにまた戻れる。うん、あ、よかった。ただ、乗船券をね、あそこ右上がったとこで買ってもらわないと。ありがとうございます。これ渡さなくていいんですね。これも？うん。はい。番号を控えますけん。わかりました。この船は、ここでもここでも降りることができる。ここまで帰るんで、うん、ここで一旦船を降りて、今の乗船券でもう一回カラコロまで帰るということで、うんうん、ここで乗り換えていただけますか？わかりました。あ、すいません、ありがとうございます。よいしょ。これあ、ほんま、そう。大成功なのだよ。へえ。はい、ありがとうございます。あと3ヶ月になりますけども、他のお客様と同様に頭を下げてやってくださいね。一番に上半身。あ、まあ、寝るしかないけど。ありがとうございます。どうぞ。35号線。はい、はい、そうです。はい、一周回ってお帰りのお客様、この四十軒堀はねテスト問題に出ますので、忘れずにぜひ覚えてください。今6回言いましたんでね。あ、もう一回言おうかな。四十軒堀でございます。脳の柔らかそうな方に当てようと考えておりましょう。アンティークを迎えて右半分だけ埋められて現在の川幅になっております。いろんな木が今たくさん生えておりますが、実はお城ができた時ここ何にもないハゲ山でございましたよ。ヤブツバキという椿の木が400本ぐらい植えられたんですよ。
これ何に使ったかいうとね、一つが御殿女中さんの髪につける油を取るため、もう一つが侍の刀の錆止め、それと食用でございます。水戸の黄門さんのロケーションが2回ほどあったところでございまして、遊び心でお客様にお願いをしております。まず最初に声を出していただくお客様は、進行方向の左側の一番後ろの奥さんだよ、奥さん。あの前方のオレンジのハートのマークがありますでしょう。あの辺りでね、皆さんに皆の者図が高い控えおろうと言ってください。他の人はハッハーと言って頭を下げてくださいよ。で、後ろの旦那さん、先導が入っていったらね、皆の者大義であった面を上げだよ。まず奥さんだよ、どうぞ。皆の者図が高い控えおろう。ハッハー、ほらハッハーはみんなで止めよう。宇部屋橋でございます。奥さんめったに言うことやでございますんでね、家帰ってもお使いくださいませよ。やるじゃないか。宇部屋橋でございます。さあ旦那さんだよ、どうぞ。表を上げる。はっはー、ありがとうございます。今が日本でございます。あと3カ所ほどございますんでね、全員の方に今のように言っていただきますよ。頼みましょう。京橋川でございます。皆さん、この右の方はね、江戸時代はたくさんの高野山があったところです。高野山というのは染め物屋さんです。今でもこの右一軒だけここ残っております。13代ほど続いてますよ。昭和30年代までできた染め物をね、この川で洗って売ったんですよ。藍染めのことでございます。この松江の高野山というのはね、藍染めでございます。この昭和30年代までこの川でね、できた染め物を洗っておりました。それぐらいこの川の水は非常にきれいでございましたよ。小草の先導、この桟橋大の苦手にしておりまして、大の苦手にしておりましてね、皆さん完全に止まるまでしばらくそのままで動かないでくださいよ。もうここ大地で、あの前にストップがありませんのでね、動くじゃないよ、動いたらけんよ。完全に止まるまで動かんでくださいよ。動かないでよ。もう大の苦手だけんね、動いたらけんよ。せっかく質問したに、もう一周回らんかったっけ。素晴らしいね。何度も。